すけ国営放送、ムンスケ国営放送。はいどうも皆さん、こんにちは、ムンスケです。好きな遠距離武器は弓矢です。よろしくお願いします。心音しますね。ナース。向かってこなかったな。安定のデッドハードデズ。肉屋がありますね。なんか目が痛い。近距離武器、近接武器で好きなものは日本刀だと言いましたが、遠距離武器は弓矢になります。弓矢はですね、映画とかでね、使ってるキャラがいると思うんですけれども、そういったキャラがね、だいぶ好きですね。おお、キャンプしちゃうよな。うっかり見つかった。ナイス。今のうっかり見つかった風は良かったですね。救助のタイミングを作れたね。ロード・オブ・ザ・リングに出てくるエルフがね、弓矢を使ってるんですけれども、めっちゃかっこいいですよね。まあエルフ自体がねかっこいいっていうのもあるんですが、こうね、もうこうビャンと狙うわけなんですけどね、こう一気に2本とか3本の弓をね、こういるわけなんですよ、ヒョーンとね。それを実際にね、こうできる人が人間にいるのかどうかわからないんですけれども、なんかね、三国志で弓の名手のね、花公園を描くときとか甲冑を描くときなんかね、一気に2本3本弓を矢をね
放ってる様子とか書かれてたりもするんですけど、いやなんかねそういうのがねかっこいいなと思うんですよね。あとまあ遠距離武器といえば銃だとね思うんですけどね、なんか FPS ゲーム好きな方とか銃詳しいと思うんですけども、私 FPS ゲーム全然できないので銃に関しては本当に、無知ですね。知ってたらね、好きなハンドガンはとか好きなショットガンはとかね好きなスナイパーライフルはとかでね発表できたんですが、ちょっと無理ですね。で弓矢はちょっと銃とは違って結構筋力もいるし、この命中させるのも多分難しいんですよね。その難易度っていうのもかっこよさに関係してくるなと思います。ただその代わりうるさいね発砲音みたいなものがなくて、スニークキルができたりなんかね、うおーうまいうまっ今のはもうデッドハード押してないっすね。狙ってくるとは思わんかった、ムンスケのミスですわ。いやー見せ場ないな、どうしようかな。結構ナースチェイスねできるときはできるんですけどね、あぶね。いやちょっとこのナースうまいな。どうも、もうビットリオさんはもういつでも倒せるわって多分思われてるでしょうね。チェイス下手やからすごいな、これ12釣りいけちゃうんちゃう。釣り回数に余裕のあるクローデットさんがね救助行ってもらいたいですね。ナイス、そしてユーノの照明ナイス。お、しっかりデッドハードを打ててるね。イラプションがないのがありがたいわ。回復いらんね。
られていく。わあ、デッドハンド外した。ゲートこっちじゃない反対のゲート来ちゃった。もう一個は真反対でいいのかな。さあ回復しきれれば脱出もいけるかなって感じですね。ちょっとね、脱出して別のアイテムを手に入れるっていう、おデイリーミッションがあるんですけど、それもちょっとやりたいですね。さあ、あとはゲートに向かってダッシュするのみ。よし、脱出できますね。いやー、危なかった、大変やった、ありがとうございますありがとうございます。うわ、今回レッドハード出なさすぎて、てか使わな、うん、ま、なんていうかな、レッドハードのせいでね、めちゃめちゃ苦労しましたね。危なかったな。しかも全部金か。金じゃないんよね。このサイ以上が欲しいんですよね。どうしよう、今ちょっとね、この試合を巻き戻してみて、頭の中で動画化できる要素あったかなって考え中ですね。あったっけ。デッドバーイ、デッドバーイ、デッ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 ドバーイ、ない気がする。やば。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ムスケでした。アリアス。デッドバイデッドバイデデ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 デッドバイデッドバイデライト。